皆さんこんにちは、森野です。本日はワールドカップリシャルリソンについてレビューしていきます。またまたリシャルリソンに関しては特殊カードが来ましたね。彼はワンスウォッチで来て以来のカードとなります。ワンスウォッチから2上がった状態なので、まあワンスウォッチよりかなり強くなったのかなと思います。で、なんといっても彼の特徴としては逆足後、まあスパーズのロビーキーンであったり、ソン・フンミンもそうですし、非常に、あとペリシッチもそうか。スパーズは逆足後ばっかりですね。で、身長181センチ、ハイミディアムワークレートの右利きのフォースタースキルムーブの逆足後です。で、一応左ウィングもできます。で、今回ハンターつけていきます。理由としましては、やはり、まあ決定力のプラス8が欲しいのと、まあ加速、スプリント速度っていうのが今のゲームプレイ非常に大事になってくるので、ハンターをつけていきます。で、エンジンの選択肢もありかなとは思います。リシャルリソン、ドリブルは良くないので、まあそこを上げてあげることによって、より安定感をもたらせると思うんですけど、基本的にね、この選手僕がドリブルするのが正解だとは思わないので、ハンターをつけていきたいなと思います。まあ様子見ながらですね。で、一応パワーヘッダー持ちです。今回使っていくチームこちらです。まあスパーズに関しましてはソンもそうですし、あとはまあヒーローもそうです。ペリシッチもそうです。非常に優秀な選手が今作は多いですね。なので、まあチームには入れやすいと思います。で、使っていくポジション442のストライカー。何もつけていないのと5212のストライカー。基本的に逆足後の選手なので、中央で使う以外は選択肢はないのかなと思っておりますという感じで始めていきます。ではまずドリブルから見ていきます。彼がリシャルリソンです。ドリブルに関しては決して良くはないなと思いました。結構重いですし、まあ少し油断をすると簡単に取られてしまうドリブルをするなという感じでした。本当にある程度ドリブルができるすごい際どいラインかなと思います。個人的にはね、物足りなかったかなと思っております。で、シュート能力ですね、今のデヘアナイスセーブですが、今のアップであそこら辺の非常に近距離のシュートっていうのを止めるなという印象を受けてます。まあここら辺なんとかドリブルしてっていう感じですね。決してドリブルがしやすい選手ではないですね。それこそロビン・キーンだったり、あのソン・フンミンと比べてもドリブルはしづらいなと思う選手でした。で、裏抜けですね。やはりこの選手の良さっていうのはとにかく体が強いなと思いました。あの攻撃的な AI も非常に優秀ながら、ソン・フンミンと比べて思うのがよりストライカーらしいなって思ったんですよ。もう本当に9番のポジションにただいて、で、なおかつ、どっしり構えて、フィジカルで相手を制圧できて、まあ、その上、自分自身で、まあ、展開するのもよしで、自分から持っていくのもよしで、もう本当に器用な選手だなとは思いました。で、彼に関しては、PK も蹴ることができます。今日、ブラジル、韓国戦ですが、ネイマールが戻ってくるのかっていうのが注目ですが、まあ、あのリシャリソンね、PK も蹴れる選手かなと思います。で、ここもメッシから中央、リシャリソンがいて、まあ、若干ためを作りながら、ここでもうザ9番というポジションに、もう本当にど真ん中、ピッチのゴールの真ん前、俺はゴールしか決めないよっていうポジション取りをしてくれる選手でしたね。それがね、彼の最大の特徴かなと思います。で、ここもいいパスでしたね。ここはロナウド、左足ですが、よく決めてくれました。で、パス能力に関しましても、パス値が非常に高い選手ではないながらも、やはり逆足後があるおかげで、まあ両方の足でパスを出すことができるので、数値以上のパス能力っていうのは確実にあるなと思いましたね。そこはすごく良かったです。ちなみにパス能力80ですね。なので悪くはないって感じですね。で、ここもベルナルドから、奪って、まあ、なかなかねこの位置でねドリブルっていうのはできないんですが、やはりシュート能力っていうのが彼自身の良さだったと思います。彼よりで、ね、シュートがいい選手なかなかいないですね。ただそれこそソン・フンミンとかはもっと僕は異次元だなと思うん でなぜかというとそれって多分冷静さだと思うんですよ。リシャルリソン冷静さ87で悪くはないんですけど、優秀ですよ。優秀ですが、まだ上には上がいるなっていう感じもありました。
基本的にはこの選手でシュート外したらしょうがないなと思えるレベルまではいるとは思いますけどね。で、こういうシーンですね。カウンターで裏抜けですね。素晴らしいゴールだと思います。こういうシーンをね、もっと作りたい選手かなと思いました。ここはね、本当良かったですね。彼が、まあ、できないことって言われるとドリブルぐらいかな。ドリブル以外は逆に軽さもありますし、スピードもありますし、フィジカル的な強さもありますし、ほとんど文句はなかったですね。ここもね、逆足で決めていきます。では最後、リシャルリソンまとめていきます。現在の価格が54万コイン。少しまた値段が戻りましたね。非常に妥当な価格設定だと思います。今年のスパーズ、や、あの、ケミストリー的にもいいですし、やはりブラジル人。まあ、人気っていうことも考えると、このカードがこの価格などはすごく頷けるかなと思います。逆に40万とかだったら安いと思うかな。40代後半で買えれば、ラッキーぐらいなカードだと思います。で、なんといっても、まあ、スピードもありますし、シュート能力ですね。本当にストライカーにいて、181センチあって、まあ、アベレージのボディタイプで背負えることもできるので、まあ、典型的なストライカーというポジションもできますし、裏抜けもできます。で、唯一欠点を挙げるとしたらドリブルかな。まあ、彼自身がもともと大柄な選手。まあ、大柄っていうほど大きくはないんですけど、割とアベレーションボディタイプで181センチなんで、ドリブルはしづらいです。で、よりドリブルを探し、求めている方であれば、ソン・フンミンのがおすすめです。ただ、ソン・フンミン、ロビー・キーンと違って、彼っていうのは体を張れて、まあ、ヘディングに競り勝つことができる。それが、リシャリソンの最大の特徴かなと思います。で、ケミストリーに関しては、ハンターかなと思います。もちろんね、エンジンも試してみてもいいとは思うんですけど、結局、彼の場合、ドリブル値を5を上げたとしても、僕はそんなに違いは感じないのかなと。思うんですよね。で、よりポストプレイさせるのであればエンジンっていうのはありかもしれないんですけど、どちらかで言うとシンプルに前に蹴って裏抜けさせたり、俺シュートしか打ちませんみたいなポジションの方が僕はこの選手生きるなと思いしてましたので、ハンターがおすすめです。で、比較していくと特にまあ、ソンとキーンと比べてどっちがいいですかっていう質問が多いと思います。で、僕自身はソン・フンミンの方が強いと思います。ソンのがね、ドリブルができる。ドリブルが全然しやすい。あの、ユニークなボディタイプで、身長もソン・フンミンの方がでかいのですが、ソンの方が、ソンのドリブルってそんなによくはないんですけど、まだドリブルできるなと思うんですよ。リシャーリソンはドリブルに関してはちょっと低いのですが、よりフィジカルがある分、そのフィジカルで優位に立つ場面が、ソン・フンミンと比べるとかなり多いかなと思いました。で、キーに関してはかなりあの小柄な選手なので、ちょっとタイプとしては違いますが、この二人と比べてもそんなに若干リシャルリソンの方がシュート能力低いかなとは思うんですが、あの、三人のスリートップは非常に脅威で、まあ、逆足5軍団ですし、本当にいいカードかなと思いました。で、プレミアリーグに関しましては、この価格帯だとなかなかストライカーいないんですよね。あとは、オバメヤンが39万だったり、サラーですね。サラーが70万か。ただ、僕的にはサラーだったり、バメヤンよりも、バメヤンのね、逆足5みたいな、あの、イメージしてもらってもいいかもしれないですね。あ、裏抜けに関してはバメヤンの方が上だと思うんですけど、やはり、あの、逆足5があることによってのシュートの安定感っていうのは、リシャルリソンの方が上かなと思います。それを踏まえてね、あの、この価格設定っていうのは非常に妥当ですし、これ以上安いと安いかなと思います。ただ僕はソンの方が好みかな。ある程度ドリブルできる選手がいいので、この選手のドリブルっていうのは若干物足りないかなと思いました。で、このカードと比べて違いはありますかっていう質問を受けるのですが、僕はあると思います。あの、そこまで数値的に大きく変わることはないのですが、やはり全体的にスタッツがプラス1、プラス2ってなってくると、あの、使用感も変わってきますので、どうしてもリシャが好きなんですっていう方であれば、このカードは手に入れたい1枚かなと思います。という感じで、今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。